名は何ですか。あ、ちょっと待ってください。ちょっと待って。劇団名何ですか。バイブリントハイザル。え、バイブリントハイザル。あ、いいですね。なんか、あ、ちょっとうち寄ってこれちょっとなんかおじさんみたいで、結婚式のおじさんは、あのね、ひろいくんはすごい舞台上でも顔目立つもんね。ちょっとね、すごいすごい、ほんとにすごい好き。いや、ちょっと待って。いや、それでもね、あ、どうですか、あの3月なんですね。3月です。3月に、ちょっとひろいくん、うち入ってうちに、ひろいくんがね、出気味なんだよ、ちょっと。そう半分ぐらいよ。いや、濃いね、濃いですよね、本当に。あ、寄った方がいいです。あ、寄りすぎ毛が入りそうよ。ちょっと待って、意気込みとかありますか。これ、あのね、手塚さんがね、Facebook に上げるらしいんですよ。これね、ちゃんとこれちょっと主張しておきましょう、これ。うん、やっぱね、え、やっぱ、ね、前座って言われてますよね。ああ、前座になりたくないですね。いや、ねえ、メインになりたい。メインになりたい。いや、ハイブリッド配置だってたよね。ハイブリッド、ハイブリッド配置だってた。今ね、もうね、勢いね、話題もうね、旋風巻き起こしてるよね。いや、見習ってなんて、そんなこと、僕らだったら見習うところいっぱいあるんだからね、本当に。いや、本当なんかもう声入っちゃってます。いや、声ね、めちゃ、あ、ごめんね。カメラマンが一番喋る。俺はね、本当声目立ちたがりやるよ、僕もね。それで芝居始めたところあるでしょ、そういうところあるでしょ。手も映るけどね、あるでしょ、そういうところ。あの、あ、意気込みどうぞ、意気込み、ついにね、あの、外小屋、あれ、外小屋で何かやってます。いや、2回目なんですよ。2回目。あの、学生演劇祭ね、あの、空回りエッちゃんがハイブリッドハイザーっつってましたよ。ハイブリッドハイザーがっつって、あの、言ってました、森山くんとか。はい、ちょっとなんで、ちょっとね、またここでね、また大阪も行っちゃったりとかって感じなんで。大阪でもう一回空回りエッちゃんもう一回殴っていきます。あ、もう俺ね、あっちも知り合いだから。あ、ちょっと、いや、尖ってこ、大丈夫。俺はね、あっち友達だから何も言わないよ。俺は友達が何も言わないよ。はい、ねえ、ね、ちょっとね、早稲田出身でね、ちょっとで頑張ってくださいね、もうね。あの、あ、まず、あの、早稲田の人たちがみんな風刺家庭に来れるようにしてください。そう、いや、そしたらね、もうね、そうそうね、短縮。あ、もうぜひぜひ、あ、もうぜひ、いっぱい。何言ってんだ君は。あの、ハイブリッドハイザー、本当要注目なんで、よろしくお願いします。頑張ってください、頑張ってください。はい、失礼します。